形を身につけることによって動きと体、まあ脳もですけどね、変化すると。でそのための補助運動っていうのはもういっぱいあるんですけども、でそのうちの一つが五行の儀なんですね、はい、またちょっとマニアックになっちゃいますけど、非関心肺腎とか木下土金水とかいう五行思想を体に当てはめるわけですよ、はい、で実はですね、俺それね科学的だと思ってるんです、はい、よくね、よくあの腰椎何番目とかね、こうなんとか腸腰筋もそうなんですけど、動かせとかよく載ってるじゃないですか、はい、そもそも腰椎何番目ってどこだよって言うんですね、はい、で仮にそこが分かったとしましょう、はい、ここだよって言われて、じゃあそこを動かせるかと、うん、そもそもそれができないから話が始まってるんですよね。そういう科学的にここだよっていうこととできることと全然別なことなんです。そうですね、あとは体の中で例えば腸腰筋とか言われても どこだよと、ここだって言われて、じゃあ腸腰筋動かせよって言われても、今腸腰筋動いてるかどうか分かんないですよね。分かんないですね、はい、でこれ誰に判断してもらうかってことなんですよね、はい、そう考えるとですね、実は解剖学的生理学的に正しいことが上達論として正しいとは言えないということなんですね、はい、漢方ってあんまり科学的じゃないんですよ。科学ではどう結びついてるかは分からないものなんですよ。ナスを食うとなんで体温が下がるのかってそんなの分かんないですよね。かき氷食ったらさ体温下がるかもしれないですけど、あれ炒めたって温めたってこう熱引くって考えたら不思議なことだと思うんですね。だけど経験的に、あだからもう秋ナスは嫁に食わすんだとか言うわけですよ、はい、あれ昔から日本人は知ってたわけですよね、はい、ナスを食いすぎると体が冷えて子供を産めなくなるよと、うん、だけど今は秋ナスは嫁に食わすなって、あの単にイビリだってなってるのは、ナスを食うと体が冷えるっていう体ができてないんですよ。だから昔の人みたいに気を受け入れるだけの体になってないんですよ、はい、おそらく私が思うには、はい、さっき言った五行の儀ってそういう皇帝の儀みたいな、そういうものを受け入れる体の準備でもあるんですね、はい、ということは体自体が変化しなきゃダメなんですよ。武術の練習が健康法になるとか、はい、不老長寿になるとか、まあ、不老長寿はあれでしょうけど、まあ、長生き、ね、同居でやると長生きになるとかいう根拠はそこだと思うんですね、はい、まあ、さっきの話の続きだと、要するに大雑把に覚えるってことだと思うんです。でさっきの五行の儀だったら非関心肺腎、例えば非っていうのはここら辺のお腹、はい、肝はあの脇、心はこの辺、腎はこの辺とか大雑把なんですね、はい、でこの辺動かせたらできるじゃないですか。そうですね、はいはい、あと肩甲骨を動かせて、こう肺はこうなんですね、はい、で心を開けてできるじゃないですか、はい、で腎を落とせってできるじゃないですか、はい、でそれとそれぞれがこう体が結びついてるわけですね、はい、火だったら心、腎だったら水とか結びついてるわけですよ、はい、自分の体と動作っていうのは本来別々なこう次元の話じゃないですか、はい、この別次元のものがここで結びつくわけですよね、はい、動作と体っていう、はい、ここがすごい大事なことだと思うんですよ、はい、本来動作と体って別々なものだったものが、それこそ腰椎何番目とか言われたってこれはくっつかないんですけども、はい、火だとか何だとか抽象的な概念だと肝を開けとか言われたらこうできるし、肺を動かせたらこうできるし、心を開けたらこうできるし、腎を落とせたらこうなるっていう動作と体がこう結びつくわけですよね、はい、でそこがやっぱり武術の第一歩だと実は思ってるんですよ、はい、自分の体を変える、自分の動作を変える、はい、その時にここで最後の統括の脳ですね、はい、脳に頼らないってことなんです。要するに上から何とか腰椎3番目って、これ脳が左脳でこうやってやってますよね、はい、あの多分じゃないと3番目はここかとか、そもそもそれが無理があるし、相手がぶん殴ってきた時腰椎何番目とかやったらもちろん殴られちゃうし、はい、そうじゃなくて左脳が考えるんじゃなくて、まあ、言ってみれば右脳というか体というか、はい、考えない癖というかですね、はい、それを体に染み付けると、それが武術の修行過程になってるわけですね、はい、これもですね、なんでそれが分かったかっていうと、これはやっぱり泳ぎと一緒でですね、
泳げないやつが言ったってダメなんですね。そうですね。ところがですね、泳げるようになるとあこの人泳げてるっていうのは分かるわけですね、はい、さっきの本当 YouTube の話もそうなんですけど、泳げない人たちが、はい、みんな見てるわけですよね。ああ、視聴者の、そうです、はい、視聴者で、はい、でその人たちを泳げるようにするにはどうしたらいいかっていうのは YouTube ではないんです、はい、はっきり言って我々が初めてじゃないかなと、そういう発想で、はい、泳げるようにするっていうのが私は茶海の技術だと思います。まずはオリンピック選手ほど早く泳げなくてもいいけど、はい、水に浮きましょう。まずは茶海目指すっていうのは分かりやすいですね。そうなんです、はい、極真の茶海はえれ強いですからね。そうですねいきなり全日本チャンピオンはちょっと無理があるんで、はい、まずはそこですよね。じゃあ最後にちょっと質問があるんですけど、はい、まあ、山田編集長が認めるというか判断する達人だっていう人はその倉本先生以外に今までいらっしゃいましたですか。その定義で言うと川島先生なんかそうですよ。いやいきなり来るとは思いません。その定義でいくと川島先生がそうですかね。自分では達人だって思ってないんですけど。あ、なんかわし、はい、よく川島先生達人達人って書いてるじゃないですか。あれ別に冗談じゃなく書いてるんですよ。結局にそう思ってないって言ってるんじゃなくて普通にそう思ってないっていうか。いやでもね、はい、川島先生はね達人にしとかないとね他の人もっと困っちゃうと思うんですよ。あ、だからね日本人だからそうやってねすぐ謙虚になっちゃうんですけど、さっきのわしの定義で言ったら僕は達人ですって言っちゃったらいいですよ。達人2号ですって言っちゃうんですよ。そう振られてもちょっと困るんですけど、また一応倉本先生ですよ。言っちゃったらいいと思うんですよね。じゃないとだから茶帯以上は達人です。達人が黒帯だとしたら私が茶帯みたいな立ち位置。じゃあ小達人でいいです。小達人でもですね、はい、川島先生は明らかに動きが変なんですよ明らかに、はい、それって非日常の動きなんですよ。で俺が解説するのも変ですけどね。あとは反応もすごく非日常を追求してるわけですよ。よく中国憲法で気の話って出るわけですよ。